皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、地元のオカルトトンネル教えて、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。山さえあればどの地方にも怖い噂のあるトンネルはあることと思います。怖い噂はなくとも、雰囲気が怖い、実際に事件があった、幽霊を見たなど、どんどん情報を寄せてください。おすすめは山形と宮城の県境の関山峠のトンネル。そこの山形側の入り口にある電話ボックスに出るよ。でももう一歩踏み込みたいなら旧トンネルに行ってみてはいかが？過去に心霊番組が来て怖くて撮影できなかったくらいすごいよ。地元の人間は避けてるから詳しい話聞けないのよ。大阪にある清滝トンネルは尋常じゃない。北海道は札幌の古別沢トンネル。国道8号線栗原トンネル。富山と石川の県境、平家物語でおなじみの古戦場、栗原峠のところ。死亡事故が多いです。戦や事故で死んだ人が出る。という噂。ただ事故が多いってのは長くてカーブしているせいだと思いますが、私も夜通ったことがありますが別に何も見えませんでした。国道252号の新潟県と福島県の県境にある60里越トンネル。高知の旧高研山トンネルと大豊トンネル。トンネル内を豪々と水が流れてて気味悪いっす。岡山県倉敷市の古城池トンネル。出口の電話ボックスにまつわる怪談とか、トンネル内での人騙騒動、おまけに上が火葬場なんだよね。山陽道といえば長い火災山トンネルが有名ですが、武佐トンネルのは私が実際に目撃しました。会議で遅くなって深夜3時頃に通っていたら、トンネルの左通路におばあさんのようなものが、一瞬目を疑い、ミラーで後ろを見ると見えない。でもあれは絶対人でした。福井県の柳瀬トンネル、長さ1300メートル、照明は一切なし、幅が狭く交互一方通行、カーブしてるので先は全く見えず真っ暗闇。作る時に事故が多かったらしく、近所でヤバい場所と噂。幽霊は出ないだろうけど、雰囲気楽しむなら廃線跡を辿っていけばすごいトンネルたくさんあるよね。四国の失望トンネル。高知と愛媛の間あたりで、失業して悩む人や世の中に失望した人がひっそりと通ったという古いトンネルがあるらしい。通称失望トンネル、もう何十年も使われていないとか。四国の失望トンネル調べてみた。名前は旧大森トンネル。高知で職を失った人がここを通ってふるさとへ帰っていたらしい。中には思い詰めて。もう一つ四国、愛媛県の宇和島から四万十川方向に山越えするときに大峠水道という、洞穴のような手掘りトンネルを通ります。ぜひ皆さん四国へ行ったときは行ってみてください。本にも大変不気味と書いてありました。京都宝ヶ池そばの狐坂のトンネル。なんか顔が1メートルぐらいあるおじいさんがこちらに向かって走ってくるとか、この辺は幽霊というより妖怪めいた話が多かった。新桑原に、桑原トンネルと呼ばれているトンネルが市民プールに行く途中にある。大雨の日になるとトンネル内をものすごい濁流が流れる。とにかく怖いよ、金網みたいのがあるし。名前はないけど小学校の行き帰りに通ってたトンネル、ただ単に車道の下をくり抜いたちっちゃなトンネルだったけど、子供の泣き声が聞こえてきたって、小学生時代はずっと噂を聞かされてきた。である日、友達とずっと見張ってたんだけど、夕方日が暮れてきたら本当に声が聞こえてきた。真ん中あたりに女の子がしゃがみ込んでて、ビビってダッシュで逃げたよ、ずっと見張ってたし、日が暮れてもそれほど暗くならなかったから、見逃すなんてこと絶対なかったはずなのに。
北陸と四国は気味悪いトンネルが多いよな。日秩というか秩父はトンネルの宝庫だね。何個あるんだろう。日秩の奥にあるのは金山市ヶ坂林道の八丁トンネルですね。寒い時期は内部にものすごいつららができてるから注意が必要です。オカルトではないけれど、今まで一番気味の悪かったのは近鉄の旧青山トンネルですね。廃線跡だから照明なんて一切なしでかなり不気味。ちなみにその付近にはビスタカー衝突事故で大量の死傷者を出した相談にトンネルもあります。内部は列車が衝突した時にできたと思わしき引っかき傷が残っていました。鉄道のトンネルといえば、北海道の幽霊トンネルを思い出す。トンネルを作る時に亡くなった人が列車の窓から見えるって話。修学旅行でバスガイドから聞かされたんだよなぁ。おばあさんが熊に食われただとか、ちょっと変なガイドだったなぁ。中学の時に他校の生徒との親睦を深めるツアーに参加して、ダムの脇にある山の中の古びた円形の建物に泊まった。そこはダムの入り江がすぐ目の前まで迫っていて、落ち葉か何かの影響だと思うが、ダムの水が真っ赤に見えた。ごわごわと歩を進めるとトンネルに出会った。長さは1キロほどだと思うが、歩いてみると意外と時間がかかるし、カーブなので先が見えない。トンネルの出口付近で、水がゴーゴーと流れる音と、地元の人がたくさん騒いでるような声が聞こえた。トンネルを出るとそこはダムの堤防。しかし水など一滴も放流されていないし、誰もいなかった。突然先生が、ダムの底は昔村だったんだよ、と言ってダム湖に向かって合唱したのですごく怖かった。トンネル内で聞こえた水の音や人の騒ぐ声。あれは何だったのかと今でも思うことがある。自分のマイカーを手にした今、再びあのトンネルへ行ってみようと思う。場所は氷ノ山の近くだったと記憶している。開門トンネル。鹿児島市内からずっと南の指宿にあります。首なしライダーと鎧武者が出るらしいですが、詳しいところはよくわからないです。あと市内の白山トンネルは、昔トンネルの入り口に顔が浮かび上がるとかで恐怖スポットになっていたのに、今は新しくなってしまって全然怖くないです。でもあそこは西南戦争で人がたくさん死んでいるので、やっぱり幽霊の噂が絶えないです。高知県の高須トンネルは開通してすぐに自動車炎上事故が起こり、まだトンネルの壁が綺麗だったため、焦げ跡と人型のような影がしっかり見えてたって話です。小2くらいの時に権現トンネルに、斧で自分の頭を割った人の霊が出ると噂になった。当時はガキだったから地図の活用が頭になくて、意味もなく自転車で走り回って探した。でも結局なくて、その時同級生のこの親父さんが、権現トンネルとは富トンネルの愛称で、八鷹というところにあると教えてくれた。そしてその場所へ連れて行ってくれた。トンネルはナトリウムランプもついてるし、これといって怖さは感じなかったんだけど、トンネルの近くに木をたくさん切り倒した跡があって、斧が頭に浮かんで気味が悪かった。今でも斧を見ると気分が悪くなる。怖い噂も聞かないけど、山奥で人通りがなさすぎて少し気味の悪いトンネル。友達の家の近道になるので夏の夜に一人で原付で走行中、急に背筋にポトリと冷たい感触。まあ雨漏りなんだろうけど、死ぬほど怖かった。トンネル内の水ってなんかやだね。滋賀県にある観音坂トンネル。確か正式名称は違ったと思うのですが、N 市と S 町をつなぐ観音坂を登り切ったところにあるのでそう呼ばれています。確か昭和8年にトンネルが完成したのですが、トンネルを作る際に幾人もの方が工事中の事故で亡くなっておられて、
その霊が出ると言われていました。ところが私と友人で調べてみると、トンネルの工事中に亡くなった方はおられず、工事中亡くなった方の霊が出るというのはただの噂のようでした。観音坂という名前自体不気味ですし、坂の途中にある貯水池で女性の白骨死体が見つかったことがあるのも、そういった噂を呼ぶ一つの要因だったのでしょう。しかし観音坂トンネルの内部は非常に不気味で、いつも白い霧のようなものが立ち込めています。そして私や先輩も、一人でトンネルを抜けている時に、背後から自転車を漕ぐような、シャーシャー、という音を聞いたことがあるのです。もちろんトンネルを抜けてから振り向いてみましたが、誰もいませんでした。やはりあのトンネルには何かがいるような気がします。名古山トンネルは上が墓場で横が火葬場。伊豆の旧天城トンネルです。見える人にはかなりきついそうですが、岡山県笠岡市の国道2号線、福山市寄りにある白水井道。何年か前に大型トレーラーの事故で人が焼死している。トンネルの上にある建物も不気味。福島県の会津と猪苗代町の間のぼなり峠のトンネルは、すごい古い灯籠とかでかい牛の置物とか、とにかく気味悪いです。あと三森トンネルも、静岡県の伊豆半島天城峠の旧トンネルは、昼間通れば特に怖いってこともないよ。ただ俺もバイクで通ったけど、排気音が壁で残響して独特のうねりを出すのが、聞いているとだんだん気味悪くなる。いわゆる低周波ってやつかな。ちなみに旧天城トンネルへ行く前後の道は未舗装の林道になっていて、照明なんてもちろんないから、バイクはもちろん車ででも日が落ちてから行く気は起きない。終わり。